こんにちは。ジャグリングパフォーマー黒と言います。どうぞよろしくお願いします。どうぞ小さいお子さんは前の方まで来てご覧になってください。そうです、もっと近く来ていいよ。はい、近すぎるよ。そのぐらいでいいです。どうぞどうぞ前の方に来て、前にいる子はねしゃがんでみてください。僕のショーはね横から見ると種がバレてしまいますから、真ん中の方にお集まりください。そうです。さあ、これからジャグリングをするんですけども、ジャグリングを知らない子ども手を挙げてください。はい、知らないのに来たの？説明します。ジャグリングっていうのは、何か物を使ってそれを操ることをジャグリングと言います。2本の棒を使って、1本のほうきを操ります。さあ、皆さんの前でも、こっちの皆さんの前でも拍手してもいいんですよ。で、一回転します。一回転です。もう一回転します。回します。はい、こんな風に操ることをジャグリングと言います。そしていろんなものを今日操ります。まずはこんな道具からです。それでは皆さん、技が決まったら大きな拍手をお願いします。まずは腕の周りから、2本の腕、そして足の下から、はい、ここが拍手ポイントです。続いてちょっと不思議な動き、3 2 1、さらに回転を加えます。はい、もしかしたら間違って皆さんの方に落ちてくるかもしれません。もしも落ちてきたら逃げてください。さあ、行くよ。見たい人、見てみたい？じゃあ行くよ。ちっちゃいです。よくご覧ください。みんなで3、2、1って言ってください。お兄さんのタイミングでやらせてください。じゃあ行くよ、せーの、3 2 1。はい、はい、そういう技なんです。じゃあこれで、ね、誰か男の子に登場してもらいます。君ね、面白そうな顔してるから来てください。さあ、こちら来てください。せっかくですからね、みんなにお顔が見えるように椅子の上に立ってもらえ、立ってください。ここに立ってよ。ここに立って、ここ、ここ、ここに立って、あ、これ置いといて、ここに立ってみてください。ここでいいよ、ここ立ってみて、ここ、ここがいいかな、ここがいい、ここでいいよ。はい、まっすぐ前を向いて。そうです、君のお名前なんですか？ゆうせいくん、名前だね。ゆうせいくんです。大きな拍手をお願いします。まっすぐ前を向いててください。そうです、今日は何をされても動かないでいてください。合格です。とってもいい子です。
合っている。まっすぐ前を向いててください。じゃあせっかくですからね、お話聞いてみますよ。はい、お兄ちゃんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。今日誰と来ましたか。母ちゃんと来た。母ちゃんと来たそうです。それでは今からね、君には細長い棒の上でボールを回してもらいます。そんなことできる？できる？できる？できる。さあやってみるよ。難しいけど頑張ってください。これが細長い棒です。この上でボールがくるくる回ります。ギュッと握っててください。そうです。動かさないでさあ行きます。しっかり持っててよ。ずるしちゃダメだよ。しっかり持っててください。しっかり持っててください。そうです。動かさないで待っててください。しっかり持っててください。新しいやつあるからね。ごめんなさいね。しっかり持っててください。そうです。それもダメでした。大丈夫です。お菓子持って帰ってください。はい、どうもありがとうございます。さあ、それでは、君、しっかり持っててください。はい、お姉ちゃんこれ貸して。そっち走ってて。走ってて、走ってて。もういいですよ。じゃあ、そのまま下に下ろしてください。じゃあ、子供たち、ここまで寄ってください。そうです。とってもいい顔です。それでは早速続きに戻り、はい、これはしっかり持ってください。右手は上です。左手下でお願いします。ギュッて握ってください。歯を食いしばってください。ズボンを上げてください。さあ行きます。これができたら素敵なプレゼントを差し上げます。しっかり持ってて。そうです。口は閉じてください。はい、大きな拍手をお願いします。頑張ってくれたお兄ちゃんにはプレゼントがあります。まっすぐ前を向いててください。頑張ってくれたお兄ちゃんにはなんとこのでっかいおしゃぶりプレゼントです。拍手をお願いします。お持ち帰りください。さあここでね、こんな道具をやっております。箱が9個出てきます。もちろん磁石がついてないただの箱です。よく見ててください。縦に積まれた9個の箱を横に積んでいきます。もちろん磁石はついていないです。手を離すと下に落っこちます。確かめてもらう。お兄ちゃん確かめてみて。磁石ついてないか。はい、はい、どうもありがとうございます。さあ行くよ。素早く積んでいきます。遊んだ後はお片付けをします。君ちょっと来てください。ちょっと待って、野球上手ですか。野球得意な人は。野球得意な人、トントン。じゃあ今からね、この網でキャッチしてもらうんだけども、できそうな子います。できそう。君自信あるの。自信。ちょっと来て、いらしてください。どうです。真ん中立って、真ん中立って。そう、しっかり持って。お客さんの方向いて、しっかり持ってね。さあ行きます。できるわけないよね。ごめんなさいね。さあこれしっかり持っててください。こちら来てください。両手でしっかり持って、ギュッて握って、上手に動かしてキャッチしてくださいね。大丈夫ですか。さあ行きます。さあ行くよ。そうです、そうです、そう。
お願いします。それではまた元の席にはお戻りください。さあここで先ほどもね皆さんドキドキしてくれたと思います。危険な芸にチャレンジします。それではお楽しみください。とっても危険な芸です。しっかり持っててもらいます。誰がいいかな。あ、お父さん持っててください。そう、お父さんしっかり持ってて。やってみたい人は、はい、しっかり持ってて。そう、しっかり持ってて、しっかり持っててください。しっかり持ってて。そうです。それではまずは1個から下から投げてください。はい、投げて。そうです。はい、上手です。コントロールいいですね。はい、お兄ちゃん投げて。そうです。あと2人あるはず。あ、お姉ちゃんショートです。お父さんお願いします。ちょっと靴の紐を結び靴の紐ないです。さあ行きます。まずは1個から蹴り上げます。ほっ、1個から2個、2個から次は何個でしょうか。そう、3個です。そして3個から3、4個目は帽子です。そろそろ拍手があってもいい頃。